マリオシリーズ、マリオパーティシリーズ、マリオパーティ DS、マリオパーティ DS は、ハドソン CA プロダクションが開発、任天堂発売の任天堂 d DS 専用ゲームソフト。略称は、マリパ DS。家庭用向けでは、マリオパーティシリーズの通算10作目にあたる、マリオパーティアドバンス以来2作目の、携帯型ゲーム作品である。本作では、 ニンテンドー DS のタッチパネルやマイクを使用する新しい操作方法のミニゲームが多数収録され、マリオパーティ DS の DS カード1枚と人数分のニンテンドー DS 本体を用意することで、すべての対戦用モードを最大4人まで同時に遊ぶことができる。ハドソンが開発に携わった最後のマリオパーティ作品となった。2007年12月下旬に、 今作より4ヶ月前に Wii で発売されていたマリオパーティ8と共にミリオンセーラー入りを果たした。2009年現在の販売本数はマリオパーティ8を上回っており、日本国内の売り上げはシリーズ最高となっている。BGM は八幡博信と大峠信也が担当した。日本ゲーム大賞2008年度優秀賞受賞。ある日の夜、 マリオは地上に落ちてきた流れ星の光るピースの一部を拾う。その翌朝、仲間たちと共に、この光るピースとは一体何なのかを考えていたマリオのところへ、クッパから日頃の意地悪のお詫びにご馳走を振る舞うという招待状が届く。マリオたちは疑問に思いつつもクッパ城へやってきたが、案の定これは罠で、クッパのミニミニの杖で体を小さくされ、 光るピースを奪われてしまう。そのままクッパ城から遠くに置き去りにされたマリオたちはクッパを倒して元の大きさの体に戻るためクッパ城へ冒険に旅立つのだった。本作ではゲームの司会を担当するキャラクターは存在せず、ボードゲームやミニゲームなどの司会、解説はすべてナレーションとなっている。パーティーモード、ストーリーモードではボードゲームをプレイすることができる。 各モードのルールやゲームの流れは以下の通り、移動を終えると止まったマスに応じてイベントが起こる。マスの形は正六角形となっている。ボードマップ上には通過すると発生するイベントも設置されている。通過しても残りの移動するマス数はカウントされない。ここでは主なものを記す。今作のボードゲームではアイテムと仕掛けマスの2種類を使用することができる。 アイテムはマリオパーティ2から4のアイテムとほぼ同様の使い方をする。仕掛けマスはマリオパーティ5から7のカプセルシステムにやや近い使い方をする。アイテムと仕掛けマスは合わせて1人3個まで所持でき、これらを持っていればサイコロブロックを叩く前に1ターンに1つだけ使用することができる。アイテム全部で8種類。アイテムは主に アイテムショップで購入することで入手する。また、今作のアイテムショップではコインがある限り、好きなアイテムを一度に複数買うことも可能。今作のアイテムの価格は、過去の作品と比較するとかなりの廉価である。なお、以下の説明で、アイテム名の横のないは、アイテムショップでの価格を表す。仕掛けマス全部で8種類。仕掛けマスエリアを通過すると1つ入手できる。 マリオパーティー6から7と同じく自分のいるマスから前後5マス以内のプラスマス、マイナスマスに設置できるが誰かがいるマスや誰かが仕掛けた仕掛けマスにも上書きして仕掛けることができる。なお自分が仕掛けたマスに止まると5コインを獲得できる。なおカプセルシステムとは異なり一度誰かが止まるとその仕掛けマスは消滅する。なお自分おび 自分のチームのキャラが仕掛けたマスはその仕掛けマスの絵柄が画面に表示されるが他のプレイヤーが仕掛けたマスはキャラクターアイコンが表示されるため後から何が設置されているのかを知ることはできない。今作ではボードマップ上でプラスマスに止まった際に時々隠しブロックが出現することがある。場所交換マス以外の仕掛けマスが設置されている場合は仕掛けマスの効果が発生してから隠し。 ブロックが出現する。残り5ターンになると最下位のプレイヤーがクッパに呼び出され、ルーレットで以下のうちいずれか一つのイベントが発生する。イベントの対象者は特別な記述のないものはクッパに呼び出された最下位のプレイヤーとなる。なお、赤色で100スタープレゼント、300スタープレゼントと書かれたものもあるが、これはルーレットで選ばれることはない。パーティーモードでは、 ボーナススターの設定をありにした場合、ゲーム終了時に以下の中から3種類のボーナススターが発表され、該当したプレイヤーチームはそれぞれスターを1個得られる。どのボーナススターが発表されるかはゲーム終了時にならないと判明しない。パーティーモード、ストーリーモードともにゲーム終了時にスターを最も多く所持していたプレイヤーチームが優勝となる。 スターの入手条件はステージによって異なる。なお、クッパのピンボールは一度ストーリーモードをクリアしないとパーティーモードでは遊ぶことができない。花ちゃんの庭のステージ。どこかに設置されるスターの場所に行き、20コインでスター一つと交換する。誰かが20コインとスターを交換するたびに別の場所にスターが出現する。様々な楽器がある音楽室のステージ。 音符のある場所に着くと、コインをスター一つと交換できる。ただし、音符の種類により必要なコインの数が異なり、どの音符は5コイン、レは10コイン、ミは15コイン、ファが20コイン、ソは30コイン必要。誰かが音符からスターをもらう、または誰かが不思議なメトロノームのハプニングマスに止まるごとにこの順番で音符の種類と、その位置が変わる。なお、 その30コインの次は、どの5コインに戻る。石になったドンキーコングが支えているステージ。マップ左上のスターの場所で20コインをスター1つと交換でき、コインがあれば一度に複数のスターとまとめて交換することができる。なお、このステージでは誰かがコインとスターを交換しても、スターの場所は変わらない。マリオパーティー6の フォーチュンタウンに似たルールだが、あちらと異なりスターの交換数に上限はない。魔法の本がたくさん収められた図書館のステージ。ステージに設置される3つの宝箱からスターを探す。ステージで宝箱の場所を通るときに10コインを払うと、その宝箱を開けることができる。宝箱の中身は、スター、5コイン、ハズレのいずれかで、誰かがスターを見つけるたびに、新しく、 宝箱が3つ設置し直される。マリオパーティー7のキラキラ式とほぼ同じルールのステージである。クッパ専用のピンボール台のステージ。スターの入手条件は、花ちゃんのガーデンと同様で、スターの場所で20コインをスター1つと交換する。ちなみに、ピンボール台のフリッパーは、右がクッパ、左をクッパジュニアが操作している。全部でミニゲームは94種類あるが、このうち、 デュエルミニゲームは VS4 ミニゲームや 2VS2 ミニゲームで登場したものを2人用に変更されたものが使われるので実質は62種類のミニゲームが収録されているストーリーの設定上のためか本作のミニゲームは小さくなったマリオたちが実際の生活用品などを用いて対決するといった趣旨のものが多い4人で競い合うミニゲーム全部で32種類ある うちは左がギャラリーで見られるスタッフベスト、右が任天堂公式サイトに掲載された本当のスタッフベスト。全部で12種類ある。全部で13種類ある。全部で5種類ある。ボードゲームのバトルロイヤルで VS4 ミニゲームの代わりに発生することがある。各プレイヤーからコインを一定枚数徴収しミニゲームの勝敗順位に応じて そのコインが配分される。なお、今作では、各プレイヤーから徴収される、コインの枚数は、現在のターン数2の数となっている。全部で32種類あるが、すべて上記の VS4 ミニゲームと 2VS2 ミニゲームの中から一部のミニゲームを2人用に変更したものが収録されている。ここではタイトルのみ記載する。全部で5種類。ストーリーモードで、各。 ボードマップクリア後に、プレイできるようになる一人用のミニゲーム。いずれのミニゲームもライフはボスが3つで、プレイヤーが5つ。ボスのライフを3つすべて削ると勝利で、クリアとなるが、自分のライフが5つすべてなくなるとそこで敗北となる。なお、ストーリーモードのコムは必ずあっさりと負けてしまう。過去のマリオパーティシリーズで登場した、パズルミニゲームが収録された。 パズルコレクションと今作で新しく登場した三角パズルがプレイできる1から2人用のモード。ただし、三角パズルは条件を満たさないとプレイすることができない。なお、各ミニゲーム名の横のうちは、左側がギャラリーで見られるスタッフベスト、右側が任天堂公式サイトに掲載された本当のスタッフベスト。全部で5種類のミニゲームがプレイできる。 一人でプレイするときは、すべてのミニゲームで、ハイスコアを目指してプレイするルールとなっており、ゲームオーバーにならない限りプレイが続けられる。ダウンロードプレイにおいて二人でプレイするときは、基本的には、過去の作品の二人対戦と同じルールで、相手プレイヤーと対戦をする。なお、これらのミニゲームは、タッチペンを使って良い。カーソルで三角形のブロックを回転させながら動かし、 ブロックを消してゆく、パズルミニゲーム。以下の2つのモードでプレイすることができる。1人でプレイする場合は、どちらのモードもハイスコアを目指して、ゲームオーバーになるまでプレイするルールとなる。ありがとうございます。